ジェームズ・オグルソープ、ジェームズ・オグルソープ、ジェームズ・オグルソープの銅像、ジェームズ・エドワード・オグルソープは、イギリスの軍人、都市計画家。フリーメーソンのメンバーで、ジョージア植民地、サバンナの都市計画を手掛け、現在ジョンソン広場に銅像が建てられている。単なる植民地の建設者としてだけでなく、植民地を守る軍人としても称えられている。軍人のうちは、ロンドンとエセックスで過ごし、 よく晩餐会を開いていたという。1733年に両家の娘と結婚し、その年に技術将校としてサバンナに赴任している。白愛主義者であった。彼は、夫妻のために苦しんでいた人々の移住先を築こうと、アメリカの地にやってくることになった。オグルソープがサバンナで実施した計画は土地を中心部と公園、農園の区画とに分け、 広場とグリッド上の道路を配置、公共用地やコモンスペースが配置されて、40の庭付き宅地から成立する地区を組織化して整備し、入植者たちに18ヶ月以内に自宅を完成させ、10年かけて10エーカーの農場を作物の育つ工作地として整備することを奨励した。七百四十年には、ジョージアからフロリダに侵入するが撤退し、サンマルコスに侵攻する。 奴隷制廃止論者でもあり、1778年、黒人貧困者解放委員会を設立し、奴隷解放と西アフリカへの入植に尽力し、シエラレオネに会社を設立し、フリータウン発展に寄与した。ありがとうございます。